愛媛のスゴ技、愛媛's Amazing Techniques。1919年、黒板の製作所として創業した株式会社サカは、あらゆる学校用黒板、電子黒板、大規模木造建築のメーカーとして全国展開しています。コクリは、身近なスマホやタブレットをリモコン代わりに、プロジェクターを使って動画や画像を既存の黒板やホワイトボードに映せるアプリ。導入に必要な機器はスマホ、Apple TV、プロジェクターのみ。黒板に投影した画像は自由に切り替えが可能。スマホのカメラで撮影、リアルタイムで黒板に投影することもできます。図形やガイド線を映し出し、上からチョークで書き込むことでスマートに授業が行えます。コクリのコンセプトは、黒板と電子黒板のいいとこ取り。イニシャルコストを低く抑えながら、電子黒板のようなデジタルの良さを生かした事業を行うことができます。 e ラーニングアワード2015では大賞を受賞。またグッドデザインベスト100、未来づくりデザイン賞も受賞しました。コクリの映写に適した専用黒板、コクリボードも同時に開発。これまでの緑色の黒板とは違い、青色を使用。青色は集中力を高める効果もあり、学習環境に適した色でもあります。映像対応グリーンボードと比べ、実際の写真に近い明るさで映し出すことが可能。映像の見やすさとチョークコントラストが両立しています。黒板製作の他にも、創業以来木造建築を手掛ける佐川は、木の弱点を克服した構造用修正材による木質構造建築のプランニングから施工まで行っています。自由な形状の大空間を実現する木造立体トラス、木トラシステム。強さと硬さを兼ね備えたクロスピンハンガーシステム工法。本社工場に西日本最大級のドイツ製 CNC プレカットシステムを保有。あらゆる木構造体の部材加工が可能です。黒板から生まれる新しい可能性、卓越した開発力。佐川は黒板と木材を通じて、これからも教育と文化の向上に尽くし、地域に貢献していきたいと考えています。